ちら、一つ柳隊所属、二川文です。ただいま現場に到着しました。これより妖精のあったエレンスゲ女学園に所属するリリーの救助捜索活動を開始します。作戦地域は雨でよく見えない、じゃなくて雨天により視界不良、警部反応もあり一刻も早い救助が必要だと思います。戦闘音あり。あちらはリリさんとユユ様の索敵範囲です。二川文、これより戦闘地点に向かいます。以上、通信終わり。私は大丈夫よ。それよりリリ、焦りは禁物よ。今もかなり無理をしているように見えたわ。ごめんなさい、お姉様。エレンスゲ女学園のリリーがこの森で今も救助を待っていると思うと、いても立ってもいられなくて。そうね。でもあなたが怪我をしては元も子もないわ。この隊のリーダーはリリなのだから。お待ちになって。楓さん、私に隠れて何をイチャイチャしてますの。いくらユウ様とて抜け駆けは許しませんわよ。二人とも追いついたようね。無視ですの。あ、待ってください、マユ様より通信です。マイ様ですか？そちらの様子はどうですか？おお、リリか。うんうん、通信は良好だぞ。エレンスゲ女学園のリリーはまだ見つかっとらんがの。一応争った形跡とヒュージの残骸は見つけた。近くにいると思う。外星に来たエレンスゲのレギオンが消息を絶って5時間が経過。そろそろ救出してやらないと危ないな。こう視界が悪くては捜索もままならん。手分けをして探したいところじゃが。これ以上隊を分けるのは避けるべきだろう。皆さん、ユージャーさんがヒュージを発見したようです。虹の方向、茂みの向こう、まだこちらには気づいてない。リリ、一旦通信を切る。そっちは頼んだぞ、ユユ。奇襲を仕掛けましょう。マイ様、カズサさん、お願いいたします。おう、任せておけ。速攻で行く。私とユージャーさんで援護射撃を行います。車線には気をつけてください。わかった。ヒュージの規模は不明です。要救助者もいることを念頭に各員臨機応変に対応願います。戦闘開始です。こちら司令部、聞こえますか？現在の状況を知らせてください。
先行したレギオンからの反応はあったか？ダメです。通信途絶したままです。他のレギオンも戦闘中らしく応答しません。この雨にこの地形、慣れない戦場で浮き足立っているな。外星の備えはしてきたつもりだが。共同艦、応援が到着した模様です。レギオン名、ヘルボル。エレンスゲ女学園ヘルボル所属、相沢和葉、現着しました。同じく飯島蓮華、到着です。20日の夜、来ました。芹沢チカル、ただいま参りました。ランちゃん、ランちゃんも着任のご挨拶しましょうね。ヘルボル、早速ですが現場の状況を、被害の程度も教えてください。通信はこちらで引き継ぐから。あ、は、はい。待て、ヘルボルにはまだ待機命令が出ているはずだ。どうしてお前たちがここにいる？傷ついた仲間がいるからです。彼女たちを救うのが我々に与えられた任務だと認識しています。確かに応援要請は出した。だが作戦指揮はこの司令部で行うことになっている。ヘルボルは指示があるまで後方で待機せよ。その説明では納得できません。どうして我々の出撃を認めてくださらないのですか？共同艦、作戦地域にて通常と異なる特徴を持つヒュージが目撃された。通常と異なる特型ヒュージということでしょうか？今その情報収集に当たっている。出撃中のレギオンが何かしらの情報を得ているはずだ。わかりました。では現地にて情報を持ったレギオンに接触して保護します。では失礼いたします。待て、相沢和葉。何でしょう。事態は一刻を争う状況です。敵ヒュージの戦力も規模も不明なのだ。主力であるヘルボルは全ての情報が揃い次第ヒュージを撃滅せよとの命令だ。じゃあそれまでは指をくわえて待ってろってことですか？今最大戦力であるヘルボルを消耗させるわけにはいかない。自分たちがエレンスゲに所属するリリーだということを忘れるな。変わらないな。分かったなら待機場所へ向かうがいい。通信担当は持ち場に戻り、レギオンからの反応を報告せよ。カズハ、どうしたの？暴れる？そうだね。でも暴れる場所はここじゃない。ヘルボル、集合。これより指示のあった待機場所へと移動します。いいの、カズハ？ええ、任務ならば仕方ありません。ですが移動ルートの指定まではされていません。あ、さっき通信手の子から座標を聞き出しておいたよ。この地点で彼女のレギオンは消息を絶ったんだって。仲間をお願いします。そうことづてを預かりました。なるほど、そういうこと。うん、なるほど。蓮華様、案内をお願いします。オッケー。迷子にならないようにちゃんとついてくるのよ。ヘルボル、移動開始。森の中を突っ切っていきます。
ああ、リリーよ、このままでは終わらせない。いやー、リリー、ヒュージの足は止めたわ、今よ。はい、お姉様。いやー、大丈夫ですか？エレンスゲの方ですよね。ありがとうございます、助かりました。その制服、あなた方はもしかして百合ヶ丘の？はい、一つ柳隊です。挨拶は後よ、今は一刻も早くここから離れましょう。はい、お姉様。お二人とも走れますか？怪我をしているようでしたら私に捕まって。大丈夫です。さあ、あなたも行きましょう。ごめんなさい。ありがとう。十字の方向からさらにヒュージが。気をつけてくださいまし。待ってください。あのヒュージ、体中に真新しい傷が。手負い。あれは、チャームによる刀傷。どこかでリリーと交戦した。え？逃げ出した？逃がしません。ユージャーさん、十字砲火を仕掛けましょう。ダメ、遮蔽物が多い。それに動きが速い。速さ比べなら私の出番だな。いえ、下がって、マイ。ここは私が出る。はあ、相変わらず鬼神のごとき暴れっぷりじゃの。もうわしの出番はないかな。お姉様、無理はしないでください。この気配、なんだ。巨大なチャーム？あんなチャーム、わしでも見たことがないぞ。ヒュージ、見つけた。子供？いえ、リリーです。さっきのチャームを投擲したようです。なんて無茶な戦い方。ラン、待ちなさい。うわ、遮蔽物なんて関係ないね。なんてば、相変わらずワイルドな戦い方するね。今はとにかくランちゃんを追いましょう。敵の規模はまだわからないんだし、孤立させるのは危険よ。そうだね、カズホ。はい、レンカ様とヨウ様は前衛を頼みます。お任せ。うん、わかった。シカル様は死角からの奇襲に備えてください。特にランは防御が手薄なので、巻き込まれない程度にアシストを。了解。ランちゃんは私が守るわね。私はヒュージを牽制しつつ誘導します。各員、チャーム構え。ヘドボル、状況開始。やあ、自分ばっかり目立ってずるいんだ。私たちの分まで残しておいてよ。ね。うん。
私は別に目立ちたくない。3人とも気をつけて。そのヒュージまだ力を残してる。獣と一緒だね。手負いの方が厄介なんだから、マジで。倒す。ランガ。ヒュージ、やっつける。ランちゃんに、私の仲間たちに手出しするのは許しませんよ。チカル。いい感じです、チカル様。そのままプレッシャーをかけて押し潰しましょう。すごい、すごいです。あんな高度なハイプレス戦術、久々に見ました。そうですわね。あのちびっこの無秩序な動き、それすら計算に入れて連携を取っているように見受けられますわ。あれは、あのリリーはエレンスゲのトップレギオン、ヘルボルのリーダー、アイザワ、カズワ。好きなんだったらこのチョコレートをやろう。チョコ？おい舞様、そりゃわしが持ち込んだおやつじゃろうが。まあまあいいだろう。ちっちゃい英雄さんに恩賞を与えないとな。別に良いが、ブドウ糖補給のための特製チョコレートじゃ、常人にとっては脳がしびれるほど甘いから覚悟するのじゃぞ。オッケー、ラン、甘いの大好きだから大丈夫。なんだかすみません。ほらランちゃん、ありがとうございますでしょ。ありがとうございます。かわいい。シンリン、あれすごくかわいい。欲しがってもダメですわ。こっちで我慢なさい。こっちってなんだ、私の方を見るな。でもどこかタズサさんに似てますわね。サイズ的な意味もそうですけど、何か雰囲気と申しますか。どっちもかわいい。とにかく本当に助かりました。このお礼はいずれまた日を改めてお返しいたします。私たちは準備を整えたら再出撃します。このキャンプ地は一つ柳隊の皆さんで好きに使ってください。そちらのリリーの救助はもう完了したようですが、それでも再出撃ということは、あなた方の目的は。ヒュージの殲滅でしょ。はい、その通りです。先遣隊の報告で、この森には通常とは異なる個体、徳型ヒュージが潜伏している可能性があります。徳型ヒュージ？詳しい情報はまだまとめきれていないのですけど、我が校のレギオンのリリーが交戦したようです。その情報ならわしの方にも届いておるぞ。何でも戦闘中に形状を変化させるヒュージらしいの。そんなヒュージがこの森のどこかに。私たちヘルボルはその徳型ヒュージの討伐任務を果たします。エレンスゲのトップレギオンの名にかけて。あの、みんなに相談があるんだけど。わかっているわ。
あなたの好きなようにしなさい。え？リリさんの考えることはみんなもう分かっているってことですわ。相談なんて必要ありません。ありがとう皆さん。カズハさん。はい、どうかしましたか。私たち一つ柳隊も同行します。ですが、リリー同士の結束ですよ、カズハさん。一緒に戦いましょう。カズハも本当は一つ柳隊と協力し合いたいんだよね。でもこれ以上助けてもらうわけにはいかないって思ってる。はい、確かに協力し合うことは決まりました。ですがすでにエレンスゲのリリーを助けてもらっています。これ以上一つ柳隊の力をお借りするのは。カズハさん、そんなのを気にする必要なんてありません。リリの言う通りよ。それにあなたたちの言う徳型ヒュージの情報はユリガオカとしてもぜひ欲しいところ。だからこれはユリガオカのためでもあるのよ。リリさん、ユユ様。いいじゃんカズハ、戦力は多い方がいいし、賑やかなのはもっといいし。ランもグロッピたち好き。絵付けに成功したようじゃな。まったく、私が見てないところで勝手に仲良くなっちゃって。わかりました、百合ヶ丘女学院一つ柳隊の皆さんとの共同任務に当たります。軍令部には略式で報告しておきます。リリさん、ユユ様、一つ柳隊の皆さん、ありがとうございます。そしてよろしくお願いします。はい、カズハさん、一緒に頑張りましょうね。改めてお願いいたしますわ、ヘルボルの皆様。こちらこそよろしくです。お互いの情報を突き合わせれば、ヒュージの潜伏地点を探るのに何か手がかりがつかめるかもしれないわね。はい、こちらも早急にデータをご用意しますね。では準備が整い次第に出発しましょう。ヘルボル、一つ柳隊の共同任務です。はい、出発進